今回の動画は iPhone で Google 日本語入力が使えるようになるアプリをご紹介します。 で、この Google 日本語入力なんですけどね、まあ、パソコンではもう結構以前からあったね、この日本語の変換のシステムですけども、まあ、そのね、えー、Windows に標準のね、MSIME とか、あと Mac だったらことえりとかっていうのがありますけどね、まあ、それらと比べてもですね、えーまあ、日本語のね、その変換の効率が非常に良くてですね、その新しい言葉なんかにもすぐに対応するということで、で、しかも無料ということでね、このパソコンの方では使ってるっていう方もいると思うんですけども、まあ、これがですね、iPhone でも使えるようになりました。で、アプリをね、導入するんですけども、まずはね、App Store の方を開いてもらって、この検索 のところでですね G ボードですね。アルファベットで GBOARD と入力をしてください。そうすると検索に引っかかってくると思いますので、こちらをタップします。はい、そうするとこちらですね、この Google から出ているこの G ボードというですねこちらのアプリをねご自身のこの iPhone の方にまずはインストールをしてください。 はい、でインストールが完了すると、ね、まあ、この G ボードというやつですね、まあ、こちらのアイコンが出てくると思いますので、まずね、最初にこれを、ね、使えるようにするには、この G ボードっていうね、このアイコンのところをタップします。はい、そうするとね、この画面が出てきて、この使ってみるというところを、ね、タップをしてください。そうするとね、ここにね、まあ、手順が載ってます。まあ、キーボード追加をタップする、G ボードをタップする、A、G ボードを再度タップ。で、フルアクセスを許可をオンにするというね、まあ、この手順でね、導入ができますんで、まずはこの下の、ね、使ってみるというところをね、もう一度タップをしてください。 はい、そうするとこの自動的にこのキーボードの画面が立ち上がりますのでこの新しいキーボードを追加というところをタップします。そうするとですねこの中にですねこの他社製キーボードということでこの G ボードというのがねこの真ん中あたりにあると思いますのでこちらをタップします。 はいえー、そうしたと、このキーボードの中に、この G ボードというのが追加されましたんで、これだけだとね、まだ使えない状態なので、再度ここで、この G ボードというところをタップをしてもらって、このフルアクセスを許可というところですね、ここをね、タップしてもらってオンにしてください。はい、で、まあ、G ボード、キーボードへのフルアクセスを許可しますかということで、許可をタップします。<laughs> まあこれでですね、この Google 日本語入力が使える状態になってますんで、まあ、ちょっとですね、画面の方でですね、見てみますね。 はいえー、そうしたらね、ちょっと今、メモ帳の方を立ち上げましたけども、今これ、画面の方ではね、英語のキーボードが出てますけども、この左下のね、このキーボードを変換するところですね、こちらをタップしていくとですね、こちらですね、今この G というマークがね、Google のマークが出ましたけども、まあ、ここでですね、文字を変換すると、日本語のね、えー、入力がこの Google 日本語入力になりますんで,で、あとね、この G というところをタップしてもらうとですね、ここで Google の検索も直接できます。であと今、YouTube とかね、マップとかも出てますけども、まあ、こういった形でですね、その日本語の入力だけじゃなくて、 ここから検索ができるという意味でも非常に便利なのでまあ、パソコンの方でね Google 日本語入力をね、使ってるなんて方はねまぜ、あ、ひ導入してもらえればと思いますしまあ、そうじゃなかったとしてもですねちょっと iPhone のこの漢字の変換がなんかイライラするなという風にね感じている方なんかはですねまぜ、あ、ひこれ無料なんでねえ iPhone の方に一度導入してみてもらえるといいかなという風に思いますそれではね今回の動画は以上になります今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました